キラキラ音楽企画、ときめき音楽館。この番組では素敵なパーソナリティのお話を素敵な歌謡曲に乗せてお送りいたします。どうぞごゆっくりお楽しみください。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたします。北光彩子のときめき音楽館。皆さんお元気でしたか？しばらくでございます。はい、それでは今回も影の声として諸橋がお相手をさせていただきます。北見先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お元気で何よりで先生、はい、ねえ、なんとかね、いやいやいや、思っております。今年はさ、雪や何かが多くて寒くて、そうでしたね、もう本当に参っちゃいましたけど、いや先ほど駅からね先生を見させていただいた時間がちょっとあったんですけどね、はい、背筋がシャンとして、いや、まあ、いやいやいや、そんなこともないんですけどね、ま、もう実際、あ、まだ45、間違いない思いましたよ、まあ、先生もうから元気で、何をおっしゃいますか、なんとかかんとか、もう、はい、寒い方が元気出ますよ、ね、なるほど、夏は弱いんですね、私は。そうか、はい、何か健康に対してお気を使ってらっしゃるようなことあるんですか？そうですね、お風呂の中とか、うん、お風呂から出てから5分か10分ぐらいやりますね。お風呂の中では足の体操をやるんです。あ、腰からの下の体操をね、うん、よくやらないと、なるほど、足腰が立たなくなってからじゃあおしまいですからね、はい、足の指でじゃんけんぽんするんです、ま、うん、これを20回ぐらいやるんです、お風呂の中で。あ、そうですか、うん、それが終わってから、うん、膝を丈夫にするように、うん、足を揃えて、うん、前と後ろに、後ろにやった時はパッと指を全部開いて、うん、リラックスするように、前にやった時は元気よく、うん、力強く出すんです。あ、だからそれを100回ですね、そうか、俺も足腰立たなくなる前にそれを真似させてやろうかないや、いやいや、あと足のそのむくみを治す運動をやるんですね、うん、なるほどね、はい、そうなんだ、内側は上に上げるんです、うん、で外側は下げるんです、うん、足首の方に、なるほど、それをやるんです。すごいね、だから背中のから足のふくらはぎにかけての筋肉筋がピシッとしてんから姿勢がいいんだね。いやー、どうでしょうかね、すごいね、まあ、いやいや、ありませんけどね、ね、ラジオ聴きの皆さん、まあ、何でもいいっていうことをやってみないと、そうですよね、困るんですけどね、そうです、まあそういうことでラジオ機の皆さんもどうぞ真似ができたら出さってみてくださいね。そうですね、じゃあお風呂の中でただ入ってるだけでなく健康に考えてやってください、ね、ちょっとした時間をね、はい、利用するということで、そうですね、それでは一曲聴いていただきましょうか、はい、曲目を先生、はい、はい、それでは人生花舞台聴いてください、はい、元気の出る曲です、はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
こそ。きっとくるくる春は来る女、一途の女、一途の永遠人生花舞台、花舞台。なりふり構う暇もなく走り続ける茨道、燃えて咲かそう、燃えて咲かそう。元気のいい人生花舞台聞いていただきました。ありがとうございます。いつもながら素晴らしいですね。ありがとうございます。とっても元気の出る歌で私も気に入っております。ねえ、いいですね。本当にこの歌はいろいろなリクエストが多くてね。そうですね。いや、ぴったりの曲ですよ先生に。 ありがとうございます、ね、ところであれですね先生、台湾に行かれたんでしょ。そうですね、台湾は30年ぶりでしょうかね、うん、その時も招待されていきまして、今度も招待されていったんですが、うん、まあ全部なんて景色も変わりましたしね、うんうん、お家も素晴らしくみんな新しくなって、うん、ビルもできまして、いいところになりましたね。いいですね、はい、そうやってね先生呼ばれていくっていうのは素晴らしいことですよ、おかげさまでね向こうの交通はね、うん、とっても素晴らしい、みんな行儀よくね、うん、そのオートバイが多いんですね。30年前は自転車が多かったんですが、うん、今回はオートバイが多くて、信号で止まっても、うん、乗用車の前に全部オートバイが来るんですよ。いろんな方面からこう来て一番先に止まるんですね。こう隙間があるところをみんなこうオートバイが入ってくるということね。そうなんですよ。だからね、うん、いや本当にびっくりしました。それでお行儀よくね、駐車するときは、うん、皆さんきれいに一列に並べてね、うん、駐車してんですね。日本でまあいうことは本当に勉強した方がいいと思いますね。なるほど。どこに行っても綺麗に並んでるんです。なるほど。まあ素晴らしいですよ。これさ、日本もね、駅前に駐輪場があるにもかかわらず、もう駅の近くにこうね止めちゃってさ、雑然としてるとこまだまだたくさんあるじゃないですか。そうなんですけどね。いけないですね。本当ですよ。あれは本当に。見習った方がいいですね。なるほどね。はい、いやもうこれからはねやっぱりああいうのが、うん、日本でも多くなりますでしょうけどもね。なるほどね、あれは素晴らしいですよ。スーパーの前でもね、うん、ちゃんと置き場が畳、そうですね、5畳ぐらいこう四角く決められてるんですけども、うん、そこにもきちっと全部オートバイが入ってんです。なるほど。いや
やいやいや、あれにはいい勉強させていただきました。そのお話また後ほどちょっとね続けて聞かせていただきます。そうですね、ここでさ、はい、これ今度諸橋のリクエストさせてもらっていい？はい、いいですよ、お願いいたします。ね、先生ね、俺大好きな大好きな、ね、曲が一曲、ふるさとはオホーツク、先生いいんだこの曲が、これ聞かせてよ、よろしくお願いいたします。はい、わかりました、よろしくどうぞ。忘れるせせらぎと蝶が舞い飛ぶ芝桜、流氷を変えるその下でクリオネたちも故郷をほうつく聞かせていただきました。ありがとうございます。先生、俺ねこの1番サロマの水に浮かびます母なる調べほうつく、2番クリオネの春を待つ命の癒しをほうつくとかさ、そうですね、クリオネなんてクリオネちゃんが可愛いでしょ。可愛いね、もう立って泳いでねあの辺本当に小さいんですけどね、とっても可愛いんですね。なんでこういう生き物が生まれたのって思いたいくらいだよ、うん、先生。そうですね、でもクリオネちゃんって知らない人もいるんですね。なるほど、ね、やっぱり見つけるのが大変なんです、細かいから。うんうんうん、ねえ、本当にね、まおかげさまで、この曲はね、はい、また皆さんたくさんの方に歌っていただきたいですね。そうですね、じゃあ先生さん、ぜひ歌ってください、お願いいたします。はい、新曲が出たんだよね先生ね、はい、そうです ね、新曲が昨年の10月に出たんですけども、はい、もうね、また第2弾として人生花舞台じゃなくて今度は女花舞台シリーズです ね、もうね先生、はい、聞きたいよ。そうですか、もう即かけていこうよ。はい、お願いいたします。まずおそらくラジオのね皆さんもそう思ってるから、そうですね、聞いていただきましょう、はい、女この歌も素晴らしいですよ。そうですね、はい、じゃあタイトルちょっと言って先生から。はい、女花舞台です。
聞いてみてください。はい、よろしくどうぞ。幸せ誓ったはずなのに、夢はぐれこぼす涙の苦い酒、とかくこの世は男と女のすれ違い、女は迷い歩く、それでも愛は一途に消えぬまま、燃え盛る恋のかがり火、女花舞台、いやいや先生、この曲もまあ女花舞台先生の元気さそのものが出てて、人生の応援歌でいいですね。ちょっと変わってて、いや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 、いい歌でしょ、ね、そうですね、これもぜひ皆さんにね、はい、知っていただいて、そうですね、どんどん歌っていただきたいですね。これから一生懸命頑張って歌っていきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、近々の何かこうお知らせありますか。そうですね、はい、4月の14日、はい、6時30分より、うん、中野ゼロホールにおきまして、ことコンサートをの中で私が4曲ほど歌わせていただきます。なるほど、ぜひ皆さん足を運んでください。三島なんかでもやったそういうコンサートですか。そうですね、ね、三島はまたちょっと違ったあれなんですが、ことコンサートっていうのはコンサートですから、うん、音楽を聴かせる、舞台なんですけども、そこの中に私が入って歌を歌わせていただいて、男の方で踊りを、女方踊りをする方も一緒に入ります。そうか、はい、楽しみですねこれもね、おかげさまでね、なんとか皆さんに可愛がっていただきまして、いや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 、先生の人柄ですよ。やってみたいと思います。そうですね、はい、お出かけになられる方がいらっしゃいましたらね、ぜひ行っていただいてね、足を運んでみてください。そうですね、とてもいい素晴らしい舞台ですから、はいね、先生もうね、もっと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 たくさんね、はい、放送させていただきたいんだけど、はい、楽しい時間っていうのはね、もう時間が来てしまいますので、はい、先生、そうですか、ありがとうございます。そろそろまたね、はい、次回をお楽しみ、来月をお楽しみということで、はい、ね、この辺で皆さんに失礼をさせていただきましょう、はい、ね、ありがとうございました、ね、じゃあそれではまた来月お会いいたしましょう、はい、皆さんごきげんよう。皆さんごきげんよう、さようなら。幸せ誓ったはずなのに、夢はぐれこぼす涙の苦い酒、とかくこの世は男と女のすれ違い、女は迷い歩く、それでも愛は一途に消えぬまま、
影踏めば未練ともしび降りかかる。所詮この世は男の勝手に流されて、女は傷ついて好みも細る。それでも涙隠して恋をする。赤々と燃やすかがり火、女花舞台。誰も見えない男と女の回り道、女は恋だって思い出ばかり。それでも命預けて恋に咲く紅色の愛の輝き、女花舞台。ときめき音楽館では皆様からの番組へのお便りやご意見ご要望をどしどしお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたしました。